国境なき医師団の初期研修医向けの説明会を始めます。私は司会を務めさせていただきます白川優子と申します。よろしくお願いします。私は国境なき医師団の日本事務局で海外派遣スタッフの採用を担当しています。はい、さて今日はですね、の説明会の対象は初期研修医の皆さんです。中にはね、大学生、医学生とか後期研修、もしくはね、専門を取ってね、働いている方も、OK にしているので、そういう方もいらっしゃると思うんですが、メインの対象は初期研修医の方々です。で、初期研修医といいますと、いろいろな経験を積みながらね、これから医者として、医師として専門を決めていくという時期ですよね。で、今日ご参加される方は、参加してくださっている方というのは、さらにその先の将来に国境なき医師団での、活動が視野に入っている方々だと思います。将来ね、国境なき医師団での活動を視野に入れながら、医師としてこの先どのような専門分野に、ね、進んでいったら良いかというね、そのあたりのヒントになったりとか、また専門はもう決めているんだぞと、だけれども、国境なき医師団の現場で働くために、この先、例えばじゃあ後期研修中にどのような、ね、経験をとかキャリアを積んでいったらよいのか、そういったあたりが参考になるような会にしていきたいと思っています。今日は国境なき医師団の6人のドクターたちを呼んでいます。で、自己紹介は後ほどそれぞれのプレゼンの際にお願いしたいと思っているんですけれども、私の方だけね、名前だけ、今から紹介したいと思います。まずね、スライドをシェアします。はい、登壇者の紹介です。これら、6人の先生たちですね。小児科医の浦部優子先生、それから救急医の斉藤さつき先生、産婦人科医の赤羽博樹先生、そして麻酔科医、永田千恵先生、外科医の板本浩太先生で、内科医、それからと感染症の専門医である、宇川達也先生、これらの、6人の MSF 国境なき医師団のドクターたちの、ね、スピーカー、を、呼んでいます。はい、で、それから今日の、ね、内容です。左側まず見ていただきたいと思います。大まかに3本立てになってます。まずはですね、国境なき医師団とはどういった団体なのかというのを、紹介させてください。5分10分ぐらいでね、で、何度も説明会に参加してくださっている方もいると思うので、ちょっと繰り返しになってしまうと思うんですけれども、それだけね、させてください。同じく私と一緒に採用担当しています同僚の松本から、紹介いたします。で、それから本日の、ね、ハイライトですね、現場の活動とかキャリアについてのお話を、MSF 国境なき医師団のドクターたちにしてもらいます。順番はですね、右側に、表示しています。はい、で、最後、20分ぐらい時間があれば、ね、いいなと思っています Q&A。 今日はですね、なんと200人ぐらいの方の申し込みがありました。実際に参加される方の人数は、ね、少ないかもしれないんですけれども、ちょっと多いのでチャットの方で質問を、ね、受け付けたいと思っています。はい、ではですね、私の方からは、とりあえず一旦以上になって、松本の方にバトンタッチしたいと思います。お願いいたします。はい、皆さんこんばんは。私の方からですね、国境なき医師団について説明いたします。国境なき医師団は非営利の医療人道支援団体です。1971年、医師とジャーナリストによってフランスで、設立されました。主な活動です。国境なき医師団というと医療活動、医療援助のみがフォーカスされがちですけども、それと同様に、重要なのがですね、証言活動になります。1999年にノーベル平和賞を受賞いたしました。その時のスピーチでもですね、言葉が常に人命を救えるわけではありませんが、沈黙は確かに人を殺し得ます、ということで、私たちは医療援助団体であるとともに証言活動にも同様に力を入れています。国境なき医師団、検証です。今日はちょっと時間の関係でこちら全部、ちょっと読みませんが、こういったですね、検証ホームページにもありますので、ぜひ読んでみてください。私たちのアイデンティティとなる、検証になります。
活動原則ですね、先ほどの検証をもとに、独立性、中立性、公平性、こちらの原則を三本柱としてですね、世界各地で活動をしています。独立性、中立性、公平性、すべてをですね、同時に担保しながら活動するっていうのは、実は正直に言うとものすごく難しいことで、時にはですね、あちらを立てればこちらは立たずといった非常にもどかしいジレンマを抱えながらのですね、活動になることも多々ありますが、これらを活動原則として私たちは活動しています。で、活動地の、状況というかコンテクストですね、どういったところで活動しているか、紛争地や難民キャンプ、自然災害といったところが、よくニュース等ですね、フォーカスされがちですけども、例えば慢性的な、もしくはアキュートな、栄養出張もそうですし、また病院、薬がない地域でも私たちは活動しています。感染症、新型コロナウイルス、エボラ、とか、それ以外もですね、それらを抑えるワクチネーションキャンペーンというような活動も、私たち行っています。活動する地域ですね、圧倒的にアフリカの地域が多いですけども、それに続いて中東、アジア、太平洋といった地域で、世界72の国と地域で私たちは活動しています。で、国境なき医師団はまたですね、いつも危ないところに行って活動しているというふうに思われがちですが、実は半数近く 41% は正常、政治的に安定している地域での活動になっています。正常不安定な地域はですね、実は4分の1程度 24%、というところで、いつも危険なところに行ってですね、最前線で医療活動しているというイメージをお持ちの方多いと思いますが、実はそれは一部であるということですね。で、私たちですね、機動力、コケナキ氏の機動力が、強みでもあります。緊急事態発生から援助開始までですね、48時間あれば人と物をですね、現地に投入して活動が開始できるというような体制を整えています。で、この体制がですね、体制を整えられている理由の一つとしては、多様な人材を私たち抱えていると。実はですね、非医療スタッフ、ドクターやナースではない非医療スタッフが、51%、半数以上います。非医療スタッフはですね、インフラ整備ですとか、経理人事などを担当する人間ですけど、そういったですね、メディカルの人以外の、サポート周りですね、私たちは緊急医療援助活動を迅速に行うことができています。活動資金はですね、実は私たち97% が民間からの寄付になります。2021年の実績で、全世界で、ありがたいことにですね、2500億円以上の寄付をいただいています。日本からはですね、去年100億円以上の寄付をいただきました。この活動資金が、独立した、活動資金を得られることによって、私たちの、先ほど申し上げた、3つの活動原則の特に独立性というところが、もたらされているというところです。で、2021年、ですね、日本からの派遣は、延べ90人の方がですね、31の国や地域に派遣されました。はい、ちょっと駆け足になりましたが、国境なき医師団の説明終わりたいと思います。他にもですね、 YouTube とか、我々のホームページにもたくさん国境なき医師団の活動について、ありますので、見ていただけたらと思います。はい、ありがとうございました。そうしましたらですね、もうここからは本当に本日のメインハイライトですね、MSF のドクター、ごめんなさい、私が MSF と言ったらそれ国境なき医師団のことです。はい、国境なき医師団 MSF の、ね、ドクターたちにバトンタッチをいたします。1番目、小児科医の浦部優子先生からの報告、それから、ね、キャリアについてのお話をお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。じゃあトップバッターの小児科の浦部優子です。よろしくお願いします。
MSF の小児科医、ピディアトリシャンというポジションではどんな仕事をしているのかということをメインにお話しさせていただきたいと思います。私は去年6ヶ月間イエメンに行っていたので、そこでどんな仕事をしていたのかということを紹介しながらお話しします。今日お話しするのは自己紹介と、あと自分がもらったジョブディスクリプションでどんな仕事を してくださいって言われた内容と、あと実際フィールドでどういうふうに活動したかっていうことと、あと自分の経験で役に立ったこととかをお話ししたいと思います。まず自己紹介ですけれども、私は東京で生まれて、幼少期はいろんな小学校に行って、小学校5年生6年生はスウェーデンで過ごしました。当時はスウェーデン語で生活していました。で、帰ってきて普通に中学生高校生やって、群馬大学卒業して、神奈川県の茅ヶ崎特集会病院、現在の湘南藤沢特集会病院で初期研修と小児科の後期研修、あと ER の後期研修もちょっとだけやりました。で、まあすごく働いて鬱になったりして、これは続けられないという感じで15年に退職してフリーランスの小児科になりました。その後に専門医を取って、日本各地の離島とか僻地、奄美群島とか伊豆諸島とか、あとは東北の被災地の支援とかをしたり、あとは特集会の災害支援チームで災害医療をやったり、小児科学会の教育活動、指導医講習会のスタッフをやったり、小児科専門医試験の面接官をやったりとか、あとは長崎大学の熱帯医学の短期講習、ドクター用の3ヶ月のコースがあるんですけれども、そのコースを受けたり、次の年にスタッフしたりとか、そんなことをしながら2015年から過ごしていました。で、その間にパートナーと世界各地をいろんなところに放浪していって、もう本当に僻地に行ってリサーチしたり撮影したり、あとバックパッカーとしていろんなところを放浪しました。で、去年国境なき医師団に応募して、11月から6月までイエメンで活動してきました。で、来月からアフガニスタンに行く予定です。で、実際小児科どんなのかというと、これは私がいた部屋からの眺めなんですけれども、小児科の仕事ホームページ見ると書いてあるんですけれども、小児科医として必要な条件は、初期研修終了後3年以上の臨床経験があること、あと専門医があることっていうことぐらいで、すごく特別なものは他の科に比べるとあまりありません。で、新生児蘇生とか NICU の経験があると歓迎されますと書いてあります。あと主な業務内容いろいろ書いてあるんですけど、まあ、これはホームページに書いてあるので、とにかくいろいろっていうことで今日は割愛させていただきます。で、私が渡されたジョブディスクリプション、実際現地でこういう仕事をしてくださいっていうのは、主にメインは現地スタッフ、まあ、イエメン人のスタッフのサポートとトレーニングというものでした。ドクターもナースも全部含めてトレーニング、あとサポートしてくださいというものでした。小児科医がもうプロジェクトで私一人しかいなかったので、全般的なもう小児と新生児に関することのマネジメントをするっていうことと、あとは疫学データの収集と分析、あとコーディネーションとの情報共有、首都との情報共有などが仕事でした。で、一人じゃなくて、まあ、上司や同僚がいるので、その人たちと相談しながら仕事を進めていくっていう形でした。で、私は小児科全般ってもう何でもっていうプロジェクトだったんですけれども、プロジェクトによっては HIV とか TB とか、そういうのがメインのプロジェクトもあるみたいです。で、実際の私のフィールドでの生活ですけれども、朝申し送りして、現地のドクターと回診をして、この患者さんこうしようとか、あとその間に ER とか外来から難しい症例のコンサルトがあったりして、これも日本とほとんど同じですね。で、お昼を食べれるときは食べて、食べれないときは食べれないで、午後も回診とトレーニングの予定があればトレーニングをして、あと会議があったりとかして、5時に仕事が終わるっていうことになってましたけど、まあ大体5時には終わらないっていうのも日本と同じだと思います。で、金曜日と土曜日は休日っていうことになってましたが、患者さんがいるので、症例のことで相談があったりすると、私は病院に行くことも多かったです。どんな病気の人がいるのかっていう話なんですけれども、国境なき医師団で僻地に行く、いろんなところに行くと変な病気が多いと思うんですけど、実際入院しているのは、日本と同じで肺炎とかおう吐下痢脱水の子が多かったです。で、日本で見ない病気としては急性栄養失調とか、マシンや百日咳などの感染症とか、あとはマラリア、リーシュマニア、カマ状赤血球症など、そういう地域独特の病気があったりとか、
新生児も日本とまあ大体同じで、早産児と新生児の感染症が多かったです。小児科、大きくペディアトリックスという一般小児科とネオネイトという新生児と ITFC という栄養病棟に分けられるんですけれども、まずペディアトリックスはもう小児、一般小児全般でとにかく何でも来ます。で、日本の小児科でもまあ確かに研修でいろんなものを見るので、日本の小児科研修の知識がそのまま役に立つ感じです。で、検査や薬などは制限があります。で、外傷、怪我もすごく多いので、その怪我の子どもとか手術後の子どもとかについても聞かれることも結構ありました。で、自分がわからない病気に関してはテレメディシンといって、インターネットを利用して海外にいるスタッフにアドバイスを求めたりとか、そういうこともできました。ペディアトリックの患者さんの一例ですけど、まあ、10歳の女の子で1型糖尿病で入院して、その後の血糖コントロールとか生活指導とかをしたりしました。次、ネオネイトですけど、こちらは日齢0から日齢28までの赤ちゃんが入院する病棟で、ここもとにかく何でも来ます。で、 NICU だけ独立して小児科医の範疇じゃなくて、赤ちゃんの先生が見ますよっていうプロジェクトもあります。産科とのつながりがとっても大事で、これも機会に限りがあるので、日本とはいろいろ違う環境があります。で、死亡率は結構高いプロジェクトもあって、私がいたところでも赤ちゃんは結構簡単に亡くなっていくことがありました。で、こちらも一例紹介ですけど、双子で早産で低出生体重児で、呼吸がちょっとおかしくて血糖も低いのという子がこう入院してきて、その人たちの全員心管理をしたり、あとは退院してからのお母さんの指導とかをしていました。次がこれ ITFC ってインペーシェントセラピックフィーディングセンターという栄養病棟ですけれども、これはもう日本ではほとんど見ることができなくて、勉強しに行きたいと思ってもできる施設もほとんどありません。で、世界的にもあまり研究されてない分野で、治療もあまり確立されていなくて、死亡率もすごく高いです。高いプロジェクトでは入院した赤ちゃんの 20% ぐらいが亡くなってしまうところもあるみたいです。この全般を見るのに必要なスキルなんですけれども、小児全般の診療能力はもちろんなんですけれども、私がやっていてすごく感じたのは臨機応変力が必要だなということで、赤ちゃんの保育器がないとなったら、こうインファントウォーマーという赤ちゃん温める機械に災害用のブランケットをかけて温めるとか、あとは小児科病棟が新しくなる、引っ越しをするっていう時に、じゃあその間物をどこに置くのかとか、患者さんどこに置くとか、酸素の配管どうするとか、そういうのを計画するのも私の仕事でした。トレーニングマネジメント、これは ER の看護師さんたちに痙攣の講義をしているところですけども、そういう経験と能力が必要です。こちらは理学療法士と一緒に赤ちゃん治療しているところですけど、こうやって多職種との連携する力も必要です。で、あと自分のストレスをマネジメントする力もとっても必要です。とにかく日本で一人前の小児科医になることっていうのが一番近道なのかなと思いました。まず日本で小児科に関してはもう何でもできるよっていうぐらいの自信があれば、あとは現地に行ってなんとかなるなと思いました。で、私が役に立ったと思ったことは、自分は ER の研修も少ししていたので、そういう救急医療の経験が役に立ったということと、あと日常の生活で 病棟のカンファレンスとか、あとは助産師さんとか看護師さんとかとのトレーニングをしていた経験が役に立ったのと、あとは毎月毎月いろんな研修が回ってくるので、その人たちの指導をしてたのが役に立ったっていうことと、あとは僻地離島で物も人もすごく限られている中で診療した、医療したっていうのはとても役に立ちました。あと災害医療でこうインフラがないとか、水が出ない、電気が出ない、そんな時にどうやって診療所を作りますかっていうような経験もすごく役に立ちました。その災害医療は医療だけじゃなくて、いろんな職種の人とコミュニケーションしたり連携したりして仕事をしないといけないので、その経験もとても役に立ったなと思います。あとバックパッカーの経験があると、こういう共同生活をするときにすごく自分が楽なんじゃないかなと思いました。慣れてるとすごく楽なのでお湯が出ないとか、水が出ないとか、シャワー共同で使ってシャワーが汚いとか、そういうことに慣れてるとすごく前もって準備をして過ごせるかなと思いました。あと休日はよく料理をするので、料理のレパートリー、特に日本食作ってくれって言われることがあるので、料理のレパートリーがあるととてもいいです。で、私の経験してきたことの中で、この赤字に示したこと、小児科とはまあ関係ないことも多いんですけれども、そういうのがすごく役に立って、
でもこれは私は特にすごく計画してやってたわけじゃないんですけれども、結果的に役に立ったという感じなので、おそらく日本でいろんなことをやって何かやって無駄になるということはないと思うので、どんな経験でも現場で活かせるようになると思います。で、最後のスライドですけれども、小児科、とにかく MSF が活動している国ではもう人口ピラミッド見ても分かる通り子どもが多いです。なので需要が多いです。で、子どもが元気になるととっても嬉しいです。まあ、亡くなると悲しい点もありますけれども、悲しいんで泣いて頑張るしかありません。で、世界中どこでも子どもが可愛いので、ぜひ一緒に働きましょう。以上です。はい、ラベ先生ありがとうございました。小児科の、ね、ことだけではなく、まあ、生活のことも、ね、アドバイスなどいただけて、参考になったかと思います。まあ、質問、ね、ある方もいると思うんですけども、ちょっとここは、ね、あの6人の先生たちのプレゼン続けたいと思います。次にですね、救急ドクター救急医の斉藤先生にお願いしたいと思います。先生準備いいですか。お願いします。よろしくお願いします。私スライド見てますかね。はい、大丈夫です、はい、はい、お願いします。私は救急の立場からちょっと今日話させていただきます。よろしくお願いします。簡単な経歴ですけれども、初期研修を終えた後の後期研修、救急集中治療科で行いました。まあ、内容としては救急外来1時から3時まで、見ていたりとか、ICU ですね、集中治療室、こちらも内科疾患から外科の術後まで見てまいりました。であとはですね、内科業務をしたりとか、あの地域医療をしたりとか、プレホス研修があったりとか、あとは災害活動の研修をして、で実際に派遣をされたこともございます。で他にあの講習会ですね、あの心肺蘇生だとか産科小児科の救命だとか、そういった講習会の参加経験、ものによってはインストラクターの資格まで取っています。でその後救命救急センター所属の後に救急科専門医取得して MSF に応募、2021年5月から11月にケニア・ホマベイで派遣されています。で、ケニアですけれども、こちらアフリカの東海岸のホマベイという場所の、公立病院で勤務していました。公立病院というか、あのカウンティコミュニティとの合同プロジェクトでして、公立病院の中のうちの内科系病棟、結核病棟、コビット病棟、などを政府と共同で運営して、私の仕事内容としましては、主に病棟、内科、結核、重症病棟、あと COVID 病棟での病棟マネジメントで、現地スタッフですね、彼らへの指導教育を行ったり、あとガイドラインやプロトコールの周知を行って、あとは勉強会の計画や、日程管理を行ったりしていました。で対象疾患としては、まあ幅広くて、エイズの HIV エイズや結核の蔓延地域だったので、まあ、これらの感染症でエイズそのものの管理よりも、やっぱり入院するようなクリココッカス髄膜炎、カポジン肉腫、アセクセリンパ腫、こういったエイズ関連疾患が多かったです。他にマラリア、寄生虫感染などがあったりとか、まあ、非感染症ですね、こちらも糖尿病、高血圧、心不全、脳疾患、まあ、こちらもあの診断がつかないので脳疾患としか書けないんですけれども、こういった多岐にわたるでコントロールが悪いものも多いので、かなり難重した症例もございます。で病態としては、まあ、呼吸不全や、意識障害など、まあ、多岐にわたる重症疾患もありました。で病棟の写真を見せますと、これが、ハイディペンダンシーユニット、まあ、いわゆる ICU までいかないんですけれども、HCU みたいな形ですね。あの、ナースさんがこの右のデスクにいて、常に患者さんを見れるようなあのお部屋、まあ、5個から6個ぐらいベッドがあります。でまあ、これも、まあ、導入したばっかりで、まあ、使い方わからない、あの他の患者さんと比べてどういうマネジメントをしていくのかわからないというような形で、私がまあ指導したりしていました。で結核病棟ですね。でこれがコロナのテント、まあ、一番コロナの患者が多かった時にこういったテントで診療していました。で私の、応募前、出発前の不安としては、日本で学んだ培った救急集中治療の経験が果たして MSF の現場でどのように役立つのかというのがすごく、まあ、不安というか疑問だったんですね。あの救急だと、まあ、特に機械もかなり使いますし、あの検査もかなり頼ってしまうこともまあ多かったので、まあ、そういった経験っていうのが、まあ、リソースが限られている MSF の現場でどのような形で役立っているかどうかを不安だったんですけれども、結論から言うと全くあの無駄ではありませんでした。
で例えば臨床経験ですね、こちらもあの科に関わらず初期研修医から勉強することだと思うんですけれども、病歴の取り方とかカルテの書き方、身体所見の取り方解釈、バイタルサインの取り方解釈、血糖管理の方法、まあ、こういう基本的なことも、まあ、プロジェクトにもよるんですけれども、プロジェクトによってはあのしっかり勉強する機会がなかったというあのところも多いので、あのかなり毎回ね聞かれたりっていうのがありました。あとは検査の解釈ですね。例えば現地で私がいたプロジェクトでできたのは、まあ、簡単な採血、あのヘモグロビンとかクレアチニンとか、まあ、そういった簡単な採血ができたり、おしっこ検査、髄液の細胞数を調べることができました。で例えば CT、MRI だったり、あとは凝固系の検査とか肝機能の詳しいあの検査とかっていうのは、まあ外注検査で一応できるんですけど、数日1週間とかかかってしまうのと、まあ、コストの問題、基本的に患者さん負担なので、まあ、ほとんどできませんでした。で、まあ、患者を説得すればできます、やりたいですっていうふうに日々の会社で言われたりしたときに、あの一回やっぱりやった、日本でやったことがあると、まあ、検査の感度とか得意度とか、まあ、あとはこれやっても治療方針には変わらないよねっていう形で、あのリソースもお金も限られてるプロジェクトで取捨選択っていうのができたかなと思います。でこれもまあプロジェクトによるんですけど、私のいたところではエコーがあったりとか、自由による心電図が導入されたばかりだったりしています。で、まあ、そうすると、まあ、あのこれらのスキルを一回トレーニングは彼ら受けてるんですけれども、それの維持のために、まあ、私がまあスーパーバイズして、あの日々の会心でやってもらったりっていうことをしていました。まあ、あとは臨床経験ですね。まあ、ショックに対する蘇生の基本的な考え方、輸液の投与方法だとか、まあ、酸素の投与の、まあ、増減の仕方だとか、気道確保の方法ですね、デバイス使わなくても気道確保できる方法あるので、まあ、その指導だとか、あとは、まあ、ちょうどやり始めてたのが昇圧剤を注入ポープで使って投与するっていうもの、まあ、これの方法というかモニタリングの仕方とか、というのを教えたりとか、あとはまあモニターも血圧と、あとは脈拍、サチュエーションを測れるものあったんですけれども、それのまあ管理っていうのもまあ分からないというふうに言われたので、まあ、それの管理もしていました。でこれが酸素濃縮器ですね。現地でまあ酸素、空気中の酸素をまあ濃縮して患者に投与するっていうものなんですけれども、まあ、ものは違いますけど、酸素投与のまあ基本っていうのはまあしっかりやってきているので、まあ、そこを教えたりだとか、あとシリンジポンプもこういったものを使いながら工夫してやっていました。あとは教育もかなりする機会があって、日本で日常的に後輩だとか初期研修の先生方だとか、あとは医学生の方だとか、あとはコメディカルパラメディカルの方々とか、そういった方たちに、まあ、日常的に教育していた経験っていうのが、まあ、日々役に立っていたかなとは思います。あとは自分でも勉強会を開催したりとか、日程組んだりとかっていうのをしていたので、まあ、それも、まあ、かなり、まあ、スキルとしては良かったかなとは思う。あとは、まあ、救急は特になんですけれども、シミュレーションをまあすることが多いかだと思うので、まあ、これを日常的にやっていたっていうのも、まあ、現地で活かせたかなとは思います。あとは、まあ、ACLS だとか ICS 補正のものだけでなくて、パルスだとか酸化領域のものとか、あとは災害領域の、まあ、講習参加経験で、まあ、できればインストラクター資格を持っているとよかったかなと思います。例えばこれ CPR トレーニングなんですけれども、まあ、今フランスの本部からこのマネキン CPR の、ま、蘇生のマネキンをまあ借りていて、 AED はまあ現地でもうこれ本物なんですけれども、本物でまあ、CPR のトレーニングを1週間に1回していました。ということで、こちらが、救急の応募条件なんですけれども、まあ、救急科専門医資格のほかには外傷の経験と小児救急の経験、これはまあどこの救急でも経験できるものかなとは思うんですけれども、マネジメントや教育の経験、これ、まあ、意識してというか、まあ機会があればどんどんね、フロアのマネジメントですとか、まあ、教育っていうのは、まあ、どんどん機会があったらやっていただけたらいいのかなというふうには思います。
あとは下から2番目のマスカジュリティのマネジメントの臨床経験、また全員参加経験、これも機会があればぜひっていうところと、まあ、これ以外のトレーニングですね、あの参加の、オルソとかブルソとか小児科のパルスだとか、そういったものもまあどんどん蓄積して、取れるものはまあインストラクターだとか、まあ、他の人へのまあ指導っていうのもできればまあいいのかなとは思います。で、まあ、救急としての長期的な課題は働き方ですね。まあ、海外に行きながら日本で働くにはどうやって働くのかっていうのはもうちょっと私には今日答えが出せないような課題かなとは思います。あとは知識やスキルの維持ですね。あとか専門医資格や各種資格の認定の維持っていうのも、まあ、海外行きながらどうしていくかっていうのはまあ今後、まあ、どの科の先生もそうなんですけれども課題かなというふうには思っています。以上になります。いつかどこかで皆さんとお会いできるかと楽しみにしています。はい、斉藤幸樹先生ありがとうございました。はい、次にですね、赤羽先生、産婦人科の赤羽先生にお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。産婦人科の赤羽と申します。よろしくお願いします。今回は、MSF の私の活動と、ま、キャリア、全体グローバルヘルスという観点で少し違った目線も交えながらお話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。ごめんなさい、パソコンがですねちょっと日本語が打てなくて、英語で見ずにくくて申し訳ございません。私は東北大学2006年に卒業し、川崎市立川崎病院で初期研修を行いました。その後初期研修の方も多いと思うんですが、私もいろいろキャリアに悩んで、1年間ほどボランティアをしたり海外でバックパッカーをしたりという1年を過ごしております。将来のキャリアをどうするかと私も真剣に悩み、ちょっとこの1年間いろいろ世界を旅をしながら、あとは、ボランティア活動等に参加しながら自分のキャリアを真剣に考えた時期もありました。はい、どんどん行きたいと思います。その後、国立国際医療センターというところで、後期研修で産婦人科を行いました。で、僕とかがここを選んだ理由としては、臨床3年間、その後、国際保険の舞台でのプログラム運営を1年間経験できるというプロジェクトがありましたので、私はこのコースで産婦人科の臨床と、国際保険という領域で働かせていただきました。その後、2019年に、私は南スーダンで、産婦人科のエキスパートとしてプロジェクトに参加させていただくことができました。で、アベイルという町村というところで、プロジェクトに参加しました。で、大体の大きなイメージとしましては、私は産婦人科の専門医として行きました。私一人のみです。で、あとは助産師の専門の方もこの方ですね、アメリカの方から1人で、海外のスタッフとしては我々2人で、それ以外は全てローカルで雇われた MSF のスタッフです。で、その方と一緒に、産科病棟のマネジメントを我々で行いました。イメージとしては月だいたい400件ペースのお産がありました。で、そのうちカイザーはだいたい 10から15ぐらいなので、カイザー率だいたい 2-3% ぐらいの場所でした。で、やはり月に 1-2 件ほどは母体死亡がありまして、あとは私たちが対応したものとしては中絶対応も、MSF の仕事としては一つ掲げられているものなので、それの対応も行います。それとジェンダーベースバイオレンス、性暴力の被害者に対する対応等も、我々の仕事の一つです。まあ、どういった病気があるのかというと、日本で見ない病気が結構多かったかなというのが私の第一印象です。その中で、できる対応としては、オブストラクテッドレイバー、遷延分娩の対応として、自分が、直接カイザーをするのか、監視分娩をするのかといったところでの対応が求められました。あとは我々が対応しないものとしては、マラリア合併妊娠であったりとかはなかなか対応しないと思うので、そういうのは現場で対応していくしかないかなと思います。ちょっと一つ一つ説明する時間がないので、ざっとこう書かせていただきましたが、日本で準備できることとしては、まあ後でも話しますが、やはり、産後の出血の対応であったり、緊急カイザー、その際のヒステレクトミー、子宮全摘などの対応については、できるようになっておいた方がいいかなと思いました。ここに関してはサクサク次に行きたいと思います。で、生活等に関してですけれども、基本的に私はミッションの間、唯一の産婦人科医であったので、何かあったら常に対応という24時間、いつでも対応という形でした。で、ルーティーンとしましては、だいたい朝9時ぐらいに、病棟に行って回診。で、スタッフと一緒に方針を決めたりであったりとか、あとはそのスタッフの教育っていうのも大事な仕事の一つですので、そういったことを行いました。
インターネット自体は、宿舎で使うことができたのですごく役に立ちました。で、前の方もありましたが、ストレスマネジメントというのは重要な事務でありますので、バレーボールをやったりとか、バーベキューをやったりとして、スタッフと、交流を図りながら、みんなでプロジェクトを進めていくっていうような、チームワークがすごい大事なミッションだと思います。で、何を準備しておくべきか、まあ、ちょっと準備するのはこれは難しいなっていうのを自分の中で、ちょっと分けてみたんですけれども、急速水田の技術はすごく必要かなと思います。400件のお産があると、言いましたけれども、基本的に助産師さんのみで、私は呼ばれずに通常分娩の際は対応されます。なので、自分が呼ばれるときっていうのはもうやばいお産のときにしか呼ばれません。なので、自分が、監視分娩でちゃんと終えることができる、急速水便、吸引分娩で終えることができるといったスキルをしっかり身につけておくことは、日本にいるのに大事かなと思います。もちろん緊急帝王切開での対応であったりとか、出血を止めるような技術等も大事だと思います。上4つはそういった技術的なこと。で、下に関しては、どちらかというとソフトスキルというか、能力として、培った方がいいものとして、助産師、もしくは若い医師への指導の経験。あと、ちょっとコミュニケーションスキルというのをちょっと太くハイライトしたんですけれども、これは必ずしも英語が上手ということに限らず、この人はなんで今この処置をすぐしなければいけないのか、なんでこの人を優先しなければいけないのかっていうのを、他の麻酔科だったり、ローカルの人とこう説得したり、こう交渉したりといったことがちゃんとできるような能力というのが大事かなと思います。これは必ずしも英語ももちろん大事なんですが、まあ、日本の中にいたとしても、まあ、他の科の先生とこうコンサルをしたりだったりとか、麻酔科の方に緊急をお願いしたりだったりとか、まあ、上司をこう説得したりだったりとか、そういう能力というのは日本でも培えると思うので、こう難しい状況をどうこうコミュニケーションをしていって、そう進めていくかというのは、日本の中でもしっかり準備した方がいいかなと思いました。まあ、一方、産婦人科でちょっとできないな、日本じゃできないなと思われることも、書いておきました。逆子の分娩、オスタ子の分娩等も全部向こうは下からお産になったりはしますが、日本で今これを積極的にやってるというのはそこまでまあ多くもないかなと思うので、このあたりはまあ難しいかなと思います。私もそうでした。それも現地で、ローカルスタッフと力を合わせながらやっていきます。まあ、このあたりになりますね。ちょっと先に進んでいきたいと思います。であと私の経験として、まあ、どんなことがまあ、チャレンジングだったか大変だったかというと、先ほど申し上げたように、コミュニケーションという点がすごく大変でした。他の麻酔科の先生だったり、外科の先生、手術室が一つしかない中で、どうその人たちとコミュニケーションしながら、患者さんを、こう自分たちの患者さんを治療していくかというようなところを、英語でちゃんと相手を納得させながらプロジェクトを進めていくというようなコミュニケーションに、もう少し自分は磨きをかければよかったなと思いました。二つ目としては、現場の状況として、やっぱり、オキシトシンが例えばない時期があったりとか、局間がないとか、輸血がないといった状況で、まあ、どの患者さんをこう優先しなければいけないかって、日本ではなかなか、ないような環境でのこうフレキシビリティといいますかね、柔軟に物事を対応しなければいけない。他のスタッフの方も言ってましたけれども、そういったのところというのはなかなかチャレンジングなところだなと思いました。あとは自分のメンタルヘルス、フィジカルヘルスですね。やはり、なかなかチャレンジングな状況で、2ヶ月間自分がこう、24時間ずっと対応しなければいけないというところのメンタルヘルス。あと、体の体調を整えるっていうのも大、すごく大変なことだな、っていうのを感じました。で、MSF なぜ自分がこう言ったかっていうのを振り返ると、僕はもうグローバルヘルスっていう世界での世界、国際保険の分野にちょっと興味がある中で、MSF っていうのはこう、クリニカル、に直接的に現場に行って治療するっていう数少ない団体だなっていうのを持って考えていたので、その際にやっぱりこの MSF での経験っていうのはすごく自分のその後のキャリアであったりにすごく大きな影響を与える経験だったと今となってはすごく思っております。で、あとちょっと追加になるんですけども、自分のキャリアをこう振り返ってみたときに、最初自分はクリニシャンとして産婦人科医として日本で経験を積んでいきました。で、ある時を境に、こう、グローバルヘルス、国際保険で自分をこう、キャリアを積んでいくっていう中で、こう、MSF、2019年にミッションに参加したっていうところは、すごく自分の大きな経験となっているので、まあ、その後のキャリアを考えている人だったり、MSF をどう今後、自分のキャリアに生かしていこうという人がいるかもしれませんが、その際にも絶対にこの経験というのはその後の役にも立ちますので、悩んでいるのであれば、ぜひ
ぜひ応募してみてください。必ずこの経験というのは自分の将来の人間としての、大きな役に立つと思いますので、それは強く進めていきたいかなと思います。すごく簡単にですけども、現在自分はWHO の、で HPV ワクチンを普及する仕事をしています。これ一つ一つは狭く細かく説明するせずにちょっと簡単に飛ばしていきます。HPV ワクチンの専門家として今、自覚と誇りを持って、業務を遂行していますが、やはり現場での経験というのは本当に役に立ちますので、もしキャリアに悩んでいる人がいたら間違いなく応募した方がいいかなと思います。このあたりはもう飛ばしていきたいと思います。で最後、テイクホームメッセージとしましては、NSF での経験というのは、本当にグローバルヘルス、国際保健、世界で働くってなった時に、本当に唯一と言っていいぐらい、フィールドでクリニカルなアプローチでこう現場を助けていくという数少ない団体ですので、そういったところでの経験を積んでいるのは本当に大事です。もし悩んでいる方がいたら、ぜひとも、参加していただきたいと思います。ちょっと駆け足になってすぐで、僕もちょっと途中で解説しなければいけないので、何かあれば、連絡していただければ結構です、ね。ありがとうございました。お返しします。はい、赤羽先生、ありがとうございました。ありがとうございました、赤羽先生。それではですね、麻酔科医の、永田千恵さんにお願いしたいと思います。お願いいたします。じゃあよろしくお願いいたします。故郷なき医師団の、麻酔科医として活動した永田千恵と申します。今日はよろしくお願いいたします。これ見えてますか、スライドは。スライド見えてて、今、はい、目次になりました。はい。はい、今日は、ざっとですけれども、このような、順序でお話ししたいと思います。映っている飛行機は、現地に行く際に乗った、飛行機で、後でまたちょっと、触れます。簡単に、私の略歴を紹介させてください。私がそもそもMSF の存在を知ったのは中学生の時でした。何か報道番組で紛争地で活動する医療従事者の皆さんの姿が報道されていて、あ、世界にはこういう活動されている人がいるんだなっていう時をことをその時は漠然と思っただけでした。ただその時から英語が好きで、いつか英語が話せるようになりたいなというふうに思っていました。で、高校に進学しまして文化系に進学し、そういう語学だったり国際関係学を勉強するのもいいなって思ったんですけど、先に手に職をつけておいた方がいいかなと思いまして、理系だったら医学部かなと思って医学部に進学しました。高校の時あまりちゃんと勉強していなかったせいで2年も浪人し、親に迷惑をかけてしまったんですけれども、なんとか無事に医学部に進学することができました。で、いざ医学部に入ってみると、もうとにかく専門の試験勉強と実習が大変、とにかく大変で、それに追われ続ける日々で、とてもその海外医療だったり英語だったりっていうところに自分自身のエネルギーを割く余裕はありませんでした。学生でお金が全然なかったので、海外旅行にも一回も行ったことがなかったですし、大学が主催している他大学との短期留学プログラムとかそういうのにも一切参加しないまま、ただただ試験勉強に明け暮れる閉塞的で非常に殺伐とした6年間を過ごしました。まあ、それでもなんとか国家試験に合格しまして研修医になったんですけれども、働いてお給料がもらえるようになったので、そういえば英語の勉強するのが好きだったなと思って、駅前留学で週1で細々と英会話を習い始めました。で、4年ぐらいその病院で働きながらその英語を勉強する毎日が続いたんですけれども、30歳になって麻酔科医2年目医者4年目の時にちょっとこのまま家と仕事の往復で人生が終わってしまったら寂しいなっていう気がふとしまして、標榜医が取れたところで 1年休職して英語の勉強しに行こうと思ってイギリスに行きました。で、イギリスで1年間現地の語学学校に通って英語を勉強して、いろいろな国もちょっと旅行してみたりして帰国しました。で、せっかく英語を勉強したんだから、これをお医者さんとしてのキャリアにも生かせたらいいなと思って MSF を
参加してみようってその時から思うようになり、それのためには麻酔科の専門医の資格が必須ですので、手術室でずっとその働く毎日が3年ぐらい続きました。でその間カンボジアやミャンマーでの日本の NGO が運営している医療ボランティアにもちょっと参加したりしました。で、2019年3年前ですね、36歳の時に MSF の面接に受かり、3回ほど海外医療活動に参加してイエメンとイラクに行く機会をいただきました。でちょっとスライドが見にくくて申し訳ないですが、今までに派遣された、場所はイエメンに2カ所、アデンという港湾都市と、あとはもう少し北のモカという国境に割と近い町と、あとはイラクのカイアラという町です。でイラクに関してはよくその報道とかで、まあ、その皆さんも目にする機会も多いんではないかと思うんですが、イエメンに関してはなかなかちょっと情報が、まあ、日本だとないところなんですけれども、アラビア半島の最南端に位置したとっても埃っぽくって乾燥した国で、私が行った時は毎日40度超ぐらい、非常に暑くて埃っぽい中をこのニカと呼ばれるこの多い服で、皆さん女性の方は目以外のところはすっぽり包んで暑そうな格好で動いていらっしゃいました。で、アラビア語で皆さん話して、皆さん非常に明るくてフレンドリー、お客様を大歓迎してくれて、私が行っても病院で皆さん気さくに声をかけてくれました。で2014年からの政府軍と反乱軍による内戦がずっと続いていて、そこにアフリカからの難民の流入とかもあって、中東の中では最大の人道危機と言われて、もう各国の大使館は撤退しており、民間の飛行機はもう一切乗り入れてないので、私が行った先ほどの MSF の飛行機、おもちゃみたいなちっちゃな飛行機で、チャーター便で現地までジブに行きました。まず日本からアフリカ のエチオピアからジブチっていうアフリカの小さな国に飛んで、そのジブチから MSF の飛行機で行きました。でいざイエメンについて、あとはもうひたすら陸路で、こういう火星みたいな荒涼とした岩漠の中を6時間ぐらい車でひたすら走って、信号もない、もちろん道路もない、なんか道なき道をひたすら走り続けて現地まで行きました。で、街の中はこんな感じで、まあ、至る所ゴミだらけで、ザ・スラム街っていう感じで、ヤギとかロバとか野良犬とかラクダとかいろんな動物がうろうろしていて、まあ、無秩序そのもののようなところです。で、これがイエメンのモッカにあるその病院です。まあ、ブロックとあとは簡易テントで作られていて、各コンパートメントがこんな感じで分設されていて、まあ、皆さんが想像するザ・海外医療のその戦地の病院っていうようなイメージに近いのではないかなと思います。私が行った病この病院では外科のドクターと産婦人科のドクターがいて、後で詳しく話しますが、 ER、 手術室、分娩室、あと入院病棟、あとオフィスっていう感じで 5個ぐらいコンパートメントがありました。で私はもっぱらその ER に運ばれてくる患者さんが、その手術室に来たら外科医と一緒にチームを組んで手術をするっていうことを続けていました。でこれ手術台と麻酔機がちょっと後ろに小さく見えて、あとはエアコンもあって一応快適なんですけれども、で、まあ、使える薬が左に書いてある通りですね、すいませんちょっと見にくくて、一応吸入麻酔薬と徐脈麻酔薬、筋弛緩薬、あとはフェンタニルとかアセトアミノフェンとかもあって、あとは局麻もあるのでルンバールや、あとはローカルアネステシア、局所麻酔のみで手術をしたこともありました。で、まあ運ばれてくる症例は非常に多岐にわたるんですけれども、多かったのが四肢の外傷、交通事故だったりとか、あとはその爆発とか銃創に巻き込まれた手足を怪我したとか、そういうこと、そういうケースもが多かったです。で、あとは腹部疾患だと虫垂炎とか憩室炎、あとはこれまたお腹に銃の傷を受けてしまったっていう症例もあって、これはもっぱら人工肛門の
骨折をしていました。であとは私が行ったそのチームは助産師さんもいて分娩も扱ってるんですけど、オブストラクテッドレイバーって言って分娩下から出てこなくなると帝王切開をするっていうことで、帝王切開も何回も経験しました。でこれイエメン人の赤ちゃんでこんな感じで生まれてきた時からお人形さんみたいで非常に可愛いですね。でただその向こうではその新生児の死亡率も非常に高くて40例ぐらい経験したんですけど、そのうち半分ぐらいがもうお腹帝王切開で出した時には赤ちゃんが亡くなっているっていうようなことも非常に多くありました。お母さんがお家で産気づいて必死でもう病院にたどり着く頃にはもう赤ちゃんは残念ながら亡くなっているっていうようなこともよくあって、まあその荒廃した国でのその医療アクセスの乏しさだったりとか、女性がきちんとそういう母子保険を受けられないような背景がまあその押して知るべしというような感じでした。表紙の一番最初の赤ちゃん抱っこしている写真は死産が続く中で無事に元気な赤ちゃんが生まれて産声を上げてくれたので非常に嬉しくて、その時に撮ったものです。一緒に入った外科のドクターと一緒に撮ったものです。あとはこんな感じでその銃の傷、銃弾をこう取り除くような手術とか、あとは子宮外妊娠とか卵巣腫瘍とか女性の病気も多くありました。で他の先生方もおっしゃっていることですけれども、まあ、現地は非常に男尊女卑で女性の権利が非常に低い社会なので、そういう中でその男性スタッフに囲まれてその仕事していくことの難しさ、まあ、マイルドに言ってどういうふうにこう相手に自分 の, その要求だったりとか要望を伝えられるかっていうこと、あとは問診するときも非常に気を使いますし、そういう中で自分ができることを模索していくその難しさが非常にありました。あとはそのミニマムな物資でマックスの医療を提供しないといけないので、日本だったらいつもこうするんだけどなっていうのがついこう喉元まで出かかるんですけど、それをこう口に出すことはできない、その今あるものでどういうふうにするかっていう難しさがあります。なので専門に特化することも大事なんですけど、基本断られたら何でも頼まれたら何でもやる、こうその何でも屋さんである必要があると思います。で、宿舎での生活はこんな感じで、これ本当にミッションによるんですが、ピンキリですけれども、割と運がいいとこんな感じでお昼ご飯いっぱい作ってくれたりして、夕飯は原則この残ったご飯の残り物を冷蔵庫に入ってるのをつつく感じで、まあいろいろこうインターナショナルスタッフに合わせて頑張って現地の人がいろいろ作ってくれるんですが、私はいつもこう日本から持ってったインスタント食品を食べて自分をこう慰めていました。で部屋もまあこれまた非常にピンキリで、条件がいいと冷房付きの個室なんかもらえるんですが、ダメだとみんなでこう広間で雑魚寝みたいなこともままありまして、私が行った時はシャワーがトイレとシャワーが個室についてたりとかする時もあれば、はたまたなんか日本でいうところの海水浴場のシャワーみたいなのが1個あるだけっていう、まあそれでもあればいい方なんですけどいうようなこともあり、まあ水が出ればそれでいいやぐらいの気持ちで私もいつもシャワーを浴びていました。でこんな感じでアラブ人の皆さん非常にフレンドリーで楽しくて、いつもご飯を買ってきたみんなで一緒に食べようみたいな感じで振る舞ってくれました。下にどかって置いて直接手づかみで食べるので、ここで食べるのかって思ったんですけど、最後は私も全く気にならなくなって非常に手づかみでわしわしと食べていました。国境なき医師団って、まあ、その参加するにあたって語学のこととか、あとはその自分自身のキャリア、日本とのキャリアとの両立とか家族の説得、いろいろなことがあると思うんですけれども、まあその身近なところから一歩踏み出してみるっていうことが、まあ、月並みですけれど大事なのかなというふうに私は思っています。私はその手術室の中での
麻酔科医として、まあ、あの働くだけでなく、その後のその重症患者の管理、集中治療ももっと勉強しないといけないなと思ったので、今は日本でその集中治療医の専門に向けてあのトレーニングを積んでいるところで、そのキャリアがちゃんとあの一段落したら、もう一度あの再挑戦してみようかなというふうに思っているところです。あ、以上になります。はい、永田先生ありがとうございました。はい、では今ね、麻酔科の永田先生の話が終わって、次は外科医の、板本浩太先生にお願いしたいと思います。じゃあ始めさせていただきます。まあ、まず自己紹介ですけども、まあ、私はまあ北海道大学卒業してからまあ上京して、まあ、今は、まあ、東大の外科の医局に入局して大学院生として働いてます。で、まあ、その傍らでですね、まあ、高校生の頃から目標としてきた、まあ、国境なき医師団 MSF の参加を果たしました。で、今年の1月から5月までですね、まあ、中東のイエメン共和国で外科医として活動を行いました。でまあ、皆さん結構留学経験とか、まあ、海外に住んでたとか、まあ、いろいろあるみたいですけども、私はもう純日本人で、留学とか海外居住経験も全くない中で初めてミッションに参加しました。MSF において外科医っていうのはどんな仕事をしているのかっていうと、まあ、一言で言うとですね、まあ、こういった難民キャンプをはじめとした、まあ、様々な活動地で、外傷、あるいは熱傷、あるいは脳用とかですね、まあ、手術を要する患者さんに対して医療を提供しています。で、日本で外科医というと、まあ、多くは、まあ、消化器が専門の、まあ、消化外科医、まあ、一般外科も、まあ、ほぼ消化外科医みたいな感じになってますが、で各臓器、まあ、それぞれ専門の外科医がいます。しかし、まあ、MSF の外科医っていうのは、もうジェネラルサージョン。で、もう日本から見れば、これはもうスーパージェネラルなんですね。でもあらゆる専門家の手術を、行う可能性があります。で、これ MSF のサイトに載っている業務内容なんですけども、まあ、腹部外科とか胸部外科とか整形外科、小児外科、産婦人科、形成外科、血管外科、泌尿器科と、まあ、もう非常に幅広い診療科の技術や知識を、まあ、使う可能性があります。で、普通に日本で、まあ、外科医をやってるだけでは、結構ニーズに応えきれないので、まあ、相応の準備が必要になります。で、これ結構大変なんですけども、まあ、その分やりがいがあって、まあ、面白いです。で、特に、まあ、危険度が高くてですね、限られた人数のスタッフしか送ることができないような紛争地域とかでは、まあ、一人で何でもできる外科医っていうのは重宝される存在だと思います。実際に私が初めて参加した、まあ、ミッションを紹介します。で、イエメンに、まあ、3ヶ月行ってきました。イエメンはアラビア半島の南端にある国で、まあ、2015年にですね、まあ、勃発した内戦が、まあ、今も続いていて、まあ、世界最悪の人道危機っていうふうに言われています。で、約400万人の国内避難民が、まあ、住む場所を追われています。で、今回、まあ、私の派遣では、まあ、2016年からですね、まあ、MSF が支援している、病院で、まあ、イエメン人外科医をサポートするっていう目的で派遣されました。で、1ヶ月に1000人から1500人ぐらいの、まあ、救急患者を診療しているような、まあ、大きな病院で、まあ、入院患者さんの9割は手術が必要な患者さんでした。で、イエメン人スタッフは300人以上いて、まあ、大きなところだったんですけども、まあ、それでもですね、まあ、日本と比較すると、まあ、資源の限られた環境で診療しないといけません。まあ、採血は血酸とクレアチニンと電解質しか見られなかったですし、まあ、レントゲンとエコーはあったんですが、まあ、CT はないので、まあ、手術をするかどうかっていうのを決めるのに、まあ、難しい判断を迫られます。で、手術室はこんな感じで、まあ、麻酔器とか無衛刀とか、まあ、設備はしっかりしていたんですが、まあ、時々ハエとかが、まあ、術野に止まったりしてですね、まあ、およそちょっと無菌とは言えないような状態でした。で、私が実際に対応した疾患ですけども、外傷がやっぱり多くて、まあ、半分以上でしたね。で、残りが、まあ、脳用、まあ、体中至るところに脳用ができますし、あとは、まあ、急性腹症とか、産婦人科とか、まあ、その他、内科的疾患っていう感じでした。で、外傷は交通外傷が多くて、また日本ではまあ見ることのないであろう銃創とかですね、あとは爆弾の破片による外傷とかっていうのも診療しました。で、まあ、今回経験した手術ですけども、まあ、一般的な、まあ、日本でやるような急性腹症、まあ、虫垂炎とか、イレウスとか、消化管穿孔とか、まあ、そういうのもありますが、
まあ、銃弾が腹部を貫通した症例とか、まあ、胸をナイフで刺されて心タンポナーデになっているとか、まあ、専門外の手術もたくさんありました。もう専門外というともう本当にいろいろあって、まあ、長重積、まあ、5歳未満の子どもの長重積で小児外科も必要でしたし、開放骨折に対して、まあ、双眼固定したりとか、まあ、腱断裂を修復したりとか、まあ、指とか手足を切断したりとかですね、まあ、整形外科は、まあ、できないといけないですし、あとは帝王切開とか子宮外妊娠とか、まあ、産婦人科の手術もやりましたし、あとは熱傷で、まあ、食費したりとか、まあ、軟部組織の大きな欠損に対して再建術、まあ、形成外科の手術も、まあ、必要でした。手術は3ヶ月で358件経験してますね。農用の、まあ、切開ドレナージとか、まあ、包帯交換とか、まあ、処置に近いような、まあ、小さい手術が大半ではあるんですが、まあ、かなりの件数でした。で次からはですね、まあ、現場で撮ったちょっと術野の写真が出てくるので、まあ、苦手な方はちょっと目をそらしていただければと思います。こちらは腹部の銃創ですね、まあ、背中から右の腰にかけて、まあ、銃弾がまあ貫通して、まあ、上行結腸が先行してたっていう症例です。これは胸部の銃創で、まあ、右の前胸部に、まあ、1センチぐらいの穴があります。でここから弾が入って、まあ、右胸腔を貫通して、まあ、液化から出ていくような感じですね。で銃創は弾が小さくても、まあ、体内で回転したりとか、まあ、跳ねたりとかして、まあ、重大な体内で重大な損傷を起こします。でこの方は肺挫傷ひどかったんですけども、まあ、何回も何回も胸腔ドレナージやってなんとか自宅退院できました。でこちらも銃創です、まあ、銃弾が左足をまず貫通してその後に、まあ、右足を貫通したんですけども、右足に来る頃にはもう弾が回転しててもう大ダメージですね。で右足はもう骨と血管が吹き飛んでいて、まあ、ほとんど皮膚と軟部組織しか残っていませんでした、まあ、こういう場合には、まあ、双眼固定を行います。まあ、ここまでの損傷だとちょっと切断になっちゃうかなとも思ってたんですけども、まあ、遠位にそこそこ血流があったんで、なんとか温存することができました。熱傷はまあこんな感じでですね、まあ、日本ではあまり見ないような広範囲な熱傷がまあよくきます。で子どももですね、大人も子どもも関係なくですね、熱傷できます。こういった広範囲の熱傷では、まあ、食費がないと、待っても待っても治りません。でこれ5歳の男の子の交通外傷で、左足がですね、まあ、大変なことになっています。で心筋腱とか、まあ、中足骨とか軟部組織がまあ大きく欠損して、まあ、機能の再建はちょっと難しいだろうということで、まあ、軟部組織だけでも治そうということになりました。そこで、まあ、形成外科の皮弁手術を行いました。まあ、健常な側のふくらはぎで、まあ、皮膚と筋膜のフラップを作って、管束を被覆して、まあ、3週間そのまま固定しました。で3週間後、まあ、しっかりくっついて、まあ、血流ができたことを確認して、まあ、切り離します。まあ、フラップを切り離した後はこんな感じ。まあ、ちょっと腫れぼったいんですけれども、まあ、軟部組織を修復できて退院できました。まあ、写真でお見せしたのは、まあ、数ある手術の中でもですね、まあ、大変だったもので成功したやつだけなんですけども、まあ、幅広くてですね、まあ、重症度の高い症例を、まあ、たくさん経験してきました。この中には外科医として、まあ、MSF に参加したいという方もいらっしゃると思います。まあ、どのような準備が必要かというのを簡単に述べたいと思います。これは応募に必要とされる、まあ、条件、サイトに載っているやつですが、まあ、後期研修後にですね、まあ、2年以上の臨床経験が必要で、また専門医資格、まあ、外科専門医だけあれば大丈夫です。ので、まあ、早くても応募は、まあ、卒後8年目ということになります。また現場では、まあ、その地域ですね、500キロ圏内に外科医が自分一人しかいないみたいなこともあり得るので、まあ、一人で手術適用を決めて、まあ、手術をやって、術後管理をして合併症にも対処するっていうのを、まあ、全部一人でできないといけません。ですので、まあ、皆さんおっしゃるようにですね、まずは日本で、まあ、一般消化外科医として、まあ、一人前になるっていうことを目指して、まあ、いただけたらなと思います。自信がついてきたところで、まあ、整形科とか産婦人科とか、まあ、専門外のことを学んでいくのがいいのかなと思います。まあ、外科医としての技術がしっかり身についていれば、専門外の手術はですね、結構勉強すれば、まあ、やったことなくても、まあ、結構なんとかなるんですね。違う科の後期研修を一からやり直したりする必要はないので、まあ、そこは安心してください。で外科研修をする上でも、まあ、意識した方がいいかなと思うことがあります。
一つはですね、最新のデバイスに頼らないっていうことですね。ハーモニックみたいな、切開と止血を同時にするみたいな機械はないですし、消化管吻合も全部手縫いで、自動縫合機とかはないです。電気メスも使わないで手術することも多いですね。ですので、資源の限られた環境で手術するっていうことをイメージして修練してほしいなと思います。診断についても同様で、例えば虫垂炎にしてもですね、診察とエコーで診断しなきゃいけなくて、CT はないんですね。なので CT に頼らない診断力っていうのを鍛える必要があるかなと思います。また外傷の経験も必要で、日本では外傷に手術する経験っていうのは結構少ないと思うんですけども、JTEC とか ATOM とかですね、トレーニングコースを受けると、ある程度イメージもついて、いいのかなと思います。あとは、ケースバイケースだと思うんですが、都会の、洗練された病院で、若いうちから、研修すると、腹腔鏡手術とかロボット手術とかですね、そのカメラとか助手を、やるばっかりで、自分で判断して、手を動かす機会っていうのは、得られにくいのかなと思うので、言い方あれですけど、昔ながらの治療をやってたりするですね、田舎の大きい病院とかで揉まれた方がいい経験ができるんじゃないかなと、個人的には思います。いろいろ説明しましたけども、一番重要なのはですね、参加するっていう情熱を持ち続けることじゃないかなと思います。MSF 目指して、目指す人は、いっぱいいますけど、そこに至る道筋っていうのは、もう本当に人それぞれで、一つの正解っていうのはないと思うんですね。で職場の理解とか、家族とかお金とかですね、いろんな障壁があると思うんですけども、情熱がしっかりあれば、なんとかなると思います。MSF によって、救われている人たちっていうのは間違いなくいますし、そのためにですね、世界から集まってきた人たちと一緒に仕事をするっていうのは変え難い価値があることだと思いますので、ぜひ多くの先生にチャレンジしてほしいなと思います。発表は以上です。ありがとうございました。はい、田本先生、ありがとうございます。本日2回目のプレゼンでしたね。お疲れ様です、はい。ありがとうございます。はい。そしたらですね、いよいよ最後のね、プレゼンになりました。内科医、そして感染症のね、専門医として、ことなき医師団登録している宇川達也先生です。よろしくお願いします。ちなみにですね、宇川先生にたく、例えば内科医だけとか、感染症だけとか、外科医だけとかではなくて、全2つのスキル、それから経験、条件があれば、2つ以上の職業で、ことなき医師団に登録することができます。宇川先生はね、その、例になります。はい、宇川先生、準備できたら、お願いします。はい、お願いします。見えてますでしょうか。はい、大丈夫です。お願いします。よろしくお願いします。内科感染症専門医からということで、宇川が担当させていただきます。今日は、自己紹介と、あと私が派遣されたパプアニューギニアでの業務内容、あとは現地の生活という形で説明させてもらおうと思います。はい、まず最初自己紹介なんですけれども、宇川達也と申します。福島県出身で今10年目の内科医になります。私は2013年に高知大学を卒業して、地元の福島県で2年間初期研修をした後、総合診療と感染症の後期研修を2年ずつ行いました。で、後期研修が終わる、自分は医師6年目の時に国境なき医師団と長崎大学が合同でやっていた、熱帯医学のワークショップというものに参加しまして、そこで意外と内科の先生もいっぱい国境なき医師団に参加しているんだということを初めて知りまして、私も参加してみたいなと思ったのがきっかけでした。写真にあるように学生時代は、もう陸上部だったんでマラソンばっかりやってて、もう海外行ったりとか英語の勉強は正直全くしてませんでした。で、国境なき医師団行ってみたいと思ったんですけれども、果たして自分はどうやったらいけるのかっていうのを見て、内科の応募条件見たんですけれども、熱帯医学の学位または臨床経験っていうのと、英語で業務ができることっていうのが自分はかなりその時の現在地から応募まで遠いなと思って、どうやったら自分は参加条件にこぎつけられるかなということを考えた時に、先ほどお話した合同のワークショップをやっていた長崎大学に
講師として参加していた先生たちが長崎大学の感染症内科というところで働いていたので、まあ、自分もその場所で参加すればその長崎大学行って、まあ、その先生たちと勉強すれば保健の記事に参加できるかなってすごい単純な思いで長崎大学に移って、今日も続けて国境なき人の準備をすることにしました。で、たまたま幸運なことに移植の人事で行って半年ぐらいでフィリピンで6ヶ月、まあ、臨床業務ではないんですけれども、ちょっと研究のお手伝いという形でフィリピンで6ヶ月働きたいもらいまして、まあ、ここで、ね、大学の経験を少し得ることができて、まあ、英語も自分でそれなりに勉強して、ここね、国境なき人応募してみました。ただ、まあ、英語のスキルが足りないということで、もう少し勉強してくださいというふうに言われて、一旦ちょっと不合格という形になり、まあ、数ヶ月後にもう一度ちょっと英語を勉強してきたので、もう一度面接させてくださいということでお願いして、まあ、やっと応募条件に達したということで、登録していただきました。で、その後は、パプアニューギニアという国の計画のプロジェクトに参加して、まあ、去年帰国して、今また長崎大学の感染症内科で働いています。はい、でここから私が実際参加したパプアニューギニアの、計画プロジェクトについてお話しさせてもらおうと思います。私のプロジェクトでは、まあ、私のような海外派遣スタッフが10人、あとはパプアニューギニアの現地のスタッフ、まあ、大体50人ぐらいと一緒に働いてました。この右下の写真は、クリスマスパーティーの時の写真なんですけど、なぜかクリスマスにみんなで綱引きをしたという経験がありました。で、私が働いてたのは、MSF がゲレフ地区というところで運営している結核のクリニックでした。ここには結核っぽい症状がある患者さんが、まあ、来られまして、まあ、パプアニューギニアの結核の蔓延国なのですごく患者さん多いんですけれども、まあ、ご自身でそれっぽいなと思った人が来られて、まあ、MSF が検査、まあ、顕微鏡で結核菌がいるかどうかを見る検査と、あと PCR を提供していて、また主に結核薬になるんですけれども、内服薬を処方するということをしているクリニックでした。でこれが私のプロジェクトの組織図になるんですけれども、上半分は、オフィスで働いているオフィスチームで、下半分の青いバッグのところが、クリニックで働くクリニックチームになります。でこの赤い枠、まあ、クリニシャンチーム、あとは外の患者さんにコンタクト取ってくれるアウトリーチチーム、教育とかカウンセリングやってくれるペックチーム、あとは検査をしてくれるラボのチーム、あとそれ以外受付から薬を患者さんと一緒に飲むとこまでやってくれる、ナースチームというふうにここに分かれていて、それぞれの、リーダーが、まあ、私のような、海外派遣スタッフで、その他は現地スタッフで成り立っていました。でクリニックで勤務する医師は私一人だったのが最初行った時すごく驚きました。でただ医師のスーパービジョンの下で診断とか処方やっていいって言われるヘルスエクステンションオフィサーっていうその現地のスタッフ3人ぐらいと一緒に結核の診療を行ってました。実際私がどんなことをしてたかというと、私は TB ドクター結核診療医というポジションで行ったので、その中でも、抗結核薬が効きにくい薬剤耐性結核という疾患を主に見てました。でちょっと薬剤耐性結核は治療のレジメンが複雑になるので、自分がレジメンを決めて、で、まあ、1ヶ月に1回ぐらい定期的に外来に来てもらうので、そこで患者さんの状態を確認するというのが主な仕事でした。あとは先ほど の現地スタッフと一緒にクリニシャンチームを作っていたので、まあ、現地スタッフの診療の相談に乗ったりとか、あとは現地スタッフの休みの管理とか出勤の管理も、海外スタッフである私たちチーム、そのチームのリーダーの、役目になっていました。で実際クリニックでは薬剤レジメンを決めるほかに定期外来で、まあ、主に副作用の管理になるんですけれども、視力が落ちてないかとか振動角が大丈夫かとか、あとは心電図異常が出てないかとか、そういった確認を毎回やっていました。なんていうか感染症の診療というよりは高血圧とか糖尿病みたいなこう慢性疾患を見ているような印象に近いなと思ってました。まあ、そもそも結核は特に薬剤耐性結核は1年半も治療を続けるので、まあ、結構すぐ元気になってしまって、その後は副作用のモニタリングすることが多かったです。あ
とはさっきオフィスチームっていう話したんですけども、まあ、これは私の仕事ではないんですけれども、オフィスにロジスティシャンとアドミニストレーターという職種があって、まあ、写真に写ってるような車の管理だったりとか、オフィスにたくさんの備品があるんですけども、そういったものをやってくれたり、現地スタッフの給料管理とかをやってくれるので、もうクリニックのスタッフはもう医療に集中することができて、すごく私たちも快適に仕事することができてました。逆に大変だったこととしては、想像に難くないとは思うんですけども、少ない医療資源で診療しなくちゃいけなくて、まあ、日本ではできる検査ができなかったりとか、あとはパプアニューギニア その現地の文化とか国民性に基づくような社会的問題への対応がやっぱり難しいなというふうに感じてました。まあ、その中でも一番難しかったのは慣れない環境で、特に今回初回のミッションだったんですけれども、行ってすぐリーダー役をやらなくてはいけなくて、まあまり MSF のことなかなか分からなかったり、あとは英語が自分の中で苦手だったり、そんな中でみんなをまとめていろいろと引っ張っていくのがすごく大変だったなというふうに感じました。あとたまたま僕が行った時に COVID-19 が流行っていて、それらに対応することも結構大変でした。ただ逆に私はあんまりそんなに多く結核を見たことがあったわけではないんですけれども、まあ、もちろん経験はあったんですけど、薬剤耐性結核見れるか結構不安な中でも、MSF がそういったところマニュアルがしっかりあったりとか、自分の上司が相談役としてすごくいろいろ教えてくれたりしたんで、その辺はあまり不安なく診療を進めることができてました。で、最後から現地での生活を少し紹介しようと思います。平日はだいたい8時ぐらいから仕事を始まって、夕方5時まで診療したりとか、あと意外と書類仕事が多かったりして、クリニックで夕方5時まで過ごしてました。逆に5時以降はセキュリティの関係で絶対に帰らなくちゃいけないので、そこからはもう宿舎に戻ってのんびり過ごすことが多かったです。まあ、日本での診療に比べたら、かなり私のプロジェクトの中では、仕事の時間はあまり多くなくて、夕方リラックスする時間がなかったかなと思ってます。で、休日はみんなでバーベキューしたりとか、あとはピクニックに行ったりとか、割と楽しんでました。あと、ご飯は平日の昼と夜はまあ用意してくれて、まあ、写真にあるような、もうレパートリーが2つ、3つしかないんですけれども、まあ、あんまり自分はこうグルメじゃなかったので、もうすごい満足はしてました。あとは、住むところは4つぐらい宿舎があるんですけれども、その一つ一つに2から3人ずつ住んでいて、まあ、写真にもあるみたいなソファーがあったりとか、すごく快適な感じで、シャワーとかトイレも各宿舎に2つずつあったりして、冷房もついてて個室もあってということで、多分 MSF の中でもかなり快適な環境で生活できてたんじゃないかなと思います。はい、で、最後まとめなんですけれども、マジジェネラルフィジシャンもしくは感染症専門医として参加するんであれば、まずは一般的な内科全般専門に偏らずにいろんな内科知識があること、あとは少し熱帯医学のことを知ってるとすごくいいかなと思いました。あと特に今回初めてミッションに参加して感じたことでもあるんですけども、マネジメントとか教育行ってすぐできるもんじゃないなと思ったので、やっぱりいろいろとできるようにしておくことがすごく大切だと思います。あと自分は感染症とか微生物検査がすごい得意だったんですけども、まあ、何か得意分野があると、まあ、ミッションも決まりやすいと思いますし、行ってからも心の余裕を持っていろいろ診療ができるかなと思いました。はい、以上です。ありがとうございました。はい、先生、ありがとうございました。はい、で、皆さんこれでですね、6人の MSF のドクターたちの、ね、発表が終わりました。ここから Q&A の、ね、セッションに移っていきたいと思うんですけれども、まず、ちょっとこれ皆さんに、来た質問の中から、初期研修後に休職をしてバックパッカーやボランティア、語学留学などをすることも考えております。キャリアを中断してそのような経験をするメリット、デメリットなどありますかということで、これ永田先生なんか、ね、そういうことをしてませんでしたっけ。もしもし、今聞こえますか。はい、私初期研修が終わって2年働いて、標本医の資格が取れた時に1年休職して留学しましたけど、おそらく今はその専門医制度が少し変わっているので、また私の時とはまた違うと思うんですけれどもね、その時は医局に所属していたんですけれども、もう辞めますっていうふうに言ったら、1年休職でいいよっていうふうに言ってくださって、非常に良心的に配慮してくださって、でもし戻ってきて職場が見つからなかったら復帰していいですよっていうふうに言っていただいたんです。
で結局もうそこの医局は離れて自分で新しく病院雇ってくれるところがあったので、なので医師免許がある限りおそらくお金に困るってことは最悪ないと思いますね。クリニックでのバイトとかもできるけれども、でもきちんと資格を取って帰ってきた後のその仕事の算段とか経済的なことをちゃんとあるのであれば家族もとかも納得させられると思うし、できると思います。どうしてもこう早くそういう外の世界に飛び出したいって思う気持ちはわかるんですけど、やっぱりそこでこう早まると日本での後のその生活で潰しが効かなくなるので、やっぱり流行る気持ちはわかるんですけど、ちゃんと算段はつけてから行った方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、ありがとうございます。赤部先生がもうね行かなくちゃいけないので、なんかこの質問に関して何かお答えできることありますか？ありがとうございます。長田先生がまさしくおっしゃった通りで、ちゃんと算段を立てて行かれた方がいいかなと思います。やはり明らかに履歴書に空白ができると、今後の自分のキャリアを歩んだときに、この採用する側としては、この人また辞めるんじゃないかだったりとか、本当にこの人を信用していいのかっていう、社会的な信用がやっぱり失われるっていうのが大きなデメリットだと思うので、それを、若いときに外に出たいという気持ちは確かに分かりますが、こううまく、埋め合わせながら、それを上回るメリットが自分ではあると思うのであれば、もうそれはもう自分自身の決定なので、よく自分の中で本当に何が一番大事なのかっていうのを、ちゃんと、おそらく自分が一番分かっていると思うので、もう一度考え直して、それでも行きたいというのであれば、もう自分の決断なので責任を持って判断すればいいかなと思います。我々はあくまで、こういったここが考えられますよという話はできますが、こうした方がいいですよは結局自分の真の判断なのかなと思いました。以上です。ありがとうございます。この質問に関して、私から、僕からこういう意見とかあるよっていう先生たちいますか？ゆうこ先生とかいかがですか？浦部先生。ですね、私も、これがいいんじゃないですかっていうのは言えないんですけど、一つ言えることは、私の周りに休職して何かをしたとか、私自身もそうですけど、病気で休職したとか、やむない事情で職場を離れても別にその後に就職に困った人はいないっていうことです。おそらく課によっても違うと思うんですけれども、お金を稼ぐとか、あと何かキャリアを積みたいって医者が思っ、日本で医師免許を持っている人が思ったときに、その就職先に困るっていうことはこちらが選ばない限りほぼないと思うので、明確にものすごくスペシフィックなこういうキャリアを目指したいとかいうのがなければな、途中で何があろうと、例えば女性の場合は出産、妊娠出産したら必ずキャリアに穴が開くわけですし、そういうのを考えるとどこで休んでもうが何しようが、その将来に大きな影響はないんじゃないかなと個人的には思います。でそういう人が周りにもたくさんいます。で私もずっと5年くらいフリーターをやってるんですけど、仕事に困ったことは1回もないです。ありがとうございます。他の先生方あります？なんかいいですかね。はい、ではですね、ちょっといっぱい来ているので次の質問に行きます。でこれ結構割とありがちな質問なんですね。他の説明会でも、医局に所属しながらっていう質問ですけれども、医局に所属していなくてもやっぱり就職を日本でしていって、ドクターとして働いて、やっぱり派遣に行くっていうのがやっぱり難しい、そこが壁になってるっていう先生たちたくさんいると思うんですけれども、それをどうやってマネージしているかということをちょっと皆さんに聞きたいで、質問来ているので、ちょっとお答えしてもらいたいなと思います。宇川先生からいかがでしょう？はい、これでもね、みんなに聞きたいです。自分は先ほど自分のプレゼンテーションの中でも話してもらさせてもらったんですけど、国境なき医師団たくさん経験している先生がいる、医局長崎大学の感染症内科に入ったので、もう自分がMSF に派遣で行けるってなったら優先的に行かせてもらったんで、むしろ多分他の医局の先生方とはかなり対照的だと思うんですけども、もうどんどん行ってきなさいっていうところで、すごくいい環境でした。はい、ありがとうございます。確かにそうですね、長崎大学熱検、感染症内科から何かとかね、出しますもんね。さつき先生どうですか？斉藤先生
医局によると思います。っていうのはまず医局の ドクターたちですね、その教授はじめ医療チームとして、まあ、応援してくれるかどうか、まあ、人数が多い病院って、まあ、それだけでその1人減った時のカバーができるので、いいよ行ってきてっていう病院はまあ少なくないとは思うんです、うん、ただ、まあ、一方で大きい病院ほど休職の手続きと復職の手続きが増えてしまうので、あと時間がかかってしまうので、要請されて2ヶ月でやっぱり2ヶ月でもちょっと短いって言われてしまったりとか、復職にも数ヶ月かかってしまったり3ヶ月とかかかってしまったりっていうことがあるので、そのフレキシビリティっていう意味ではそんなにないかもしれない。これはその、まあ、大きい病院のメリットデメリット、小さい病院のメリットデメリットなのかなとは思うのですので、まあ、医局に過ごしてから絶対ダメっていうのもないし、まあ、ここの病院だといいっていうのもないので、ちょっとそこはその自分が考えてるところと調整をした方がいいんじゃないかなとは思います。ありがとうございます。最近そうですね、私もリクルーターも結構今年で4年目なんですけども、ちょっと前と比べると、まあ、医局に、まあ、所属してようとも知っていなくとも、病院の理解を初めに得られてるっていう方がやっぱね増えてきたかなと思います。自分で交渉して自分もすでに働いているところ、もしくは働こうとして面接受ける際を面接受ける時にも初めから言ってで、まあ、条件につけてもらうっていうね人も増えたかなっていう印象です。板本先生はその点どうですか？はい、まあそうですね、まあ、僕外科医ですけど、まあ医局で、まあ、外科医で参加してる人は多分すごい少ないですね。まあ、実際はまあ難しいと言わざるを得ないと思います。まあ、医局辞めさせられた人も知ってますし、MSF 参加するっていうので、なので、まあ、結構難しいですね。まあ、今僕がまあ実現できたのは、まあ、大学院生で病棟フリーの時期に時間があるから、まあ、行ってこれたと思うんですけど、まあ、臨床で最前線で働いている時に行けたかっていうと、まあ、かなり難しいかもしれないです。まあ、ただ自分としては、まあ、日本でのキャリアと、まあ、MSF での活動っていうのを両立していきたいと思っているので、まあ、まだ、まあ、その、まあ、医局に属して、まあ、しっかり、まあ、修練を積んでいくっていうのを続けていきたいと思っているので、まあ、そういうなんかキャラ作りみたいなのを頑張ってやっていこうと思ってます。まあ、成功した一つの要因としては、もう何年も前から打診してたっていうのがあるかなと思いますね。教授とかにも、まあ、参加する3年前ぐらいから、まあ、そういう意思があるっていうのを伝えてて、まあ、実際にまあ準備をして、まあ、そこにやっているときに、まあ、なんかこいつ頑張ってんなみたいな感じで思ってもらえるように、まあ、いろいろと根回しをしていくっていうのが、まあ、大事なんじゃないかなと思います。まあ、なので、まあ、一局によると思うんです。有無言わさずダメってところもあると思うので、まあ、下調べが必要だと思うんですけど、まあ、どれくらいフレキシビルかっていう。まあ、でも、まあ、一局属しながらでも、まあ、可能だ、やりようによってはできると思いますので、はい。安心してください。ありがとうございます。永田先生、これの関してお答えできることありますか？私は今医局を離れて民間病院、私立の病院で働いてるんですけれども、医局にしても私立の病院にしても、先ほど板本先生もおっしゃったように、自分はこういうことを志望してるんですっていうことをあらかじめ伝えておくことが大事だと思います。でやっぱり一番最初入りたての時にいきなりじゃあそのすぐ希望が通るかっていうのは医局でもおそらく普通の病院でもなかなかないので、ちゃんとその職場で働いてキャリアを積んで貢献していくと、そのだんだん応援してくれるようになって、じゃあ行きなさいっていうふうにこう追い風が吹き始めるんじゃないかなと思っていて、で なのでそこでもう、もううちはもうやめてほしいっていうところもあれば、所属しながら行っていいよっていうところもあると思うので、まあ、医局にしろ、民間病院にしろ、そうやってこう自分の日本でのベースを作っていくっていうのがありなんじゃないかなって思いますね。ありがとうございます。岡林先生、もう行かなくちゃいけない時間ですか？あ、そうですね、これを回答したらではちょっと対応していただきたいなと思います。はい、もうすでに他の先生が答えられた通り、自分の根回し、板本先生おっしゃっていただいた通り、もう最初に自分で、もうこの時に行きますっていう理解を得られて
ることが大事かなと思います。もう自分の都合で、あ、もう数ヶ月後に行きますって言っても、まあ、契約上それはやっぱり許されないことと思いますし、社会的にやはりそれは許されないことだと思うので、しっかりと自分の意思を伝えた上で、で自分の代わりをちゃんと用意しておくだったりとか、そういった社会人としてのそういった理解をちゃんと得られるところであれば、うまく、そのあたりを両立されている先生はいるんじゃないかなと思います。一方でフリーランスはその辺の、先生方はフリーランスだとそのストレスはないかと思います。ただ忘れてはいけないのは、フリーランスになったはなっただとすると、逆にそれはそれで、なんていうんですか、日本の中でのキャリアで例えば研究をやりたいだったりとか、そういったところがなかなかキャリアを築けないというデメリットもちゃんとあるんだよというのは認識した方がいい点かなと思いました。以上です。今で私の方からは以上です。じゃあこれでちょっとすみません、退出させていただきます。すみません、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。浦部先生、一方、そのフリーランスの浦部先生ですけど、フリーランスの立場から。はい、私は本当に初期研修から一度も医局というものに属したことがないんですけれども、でもやはりそのいろんな先生がおっしゃっているように、その自分が戻ってこられるベースがあるっていうのはすごく大切なことだと思うので、私は特集会と民医連っていうものすごく人がいない病院でいつも働いているので、いつでも帰ってきてくださいっていう感じで送り出してくれているので、そういう選択肢もあると思います。でもどちらにしてもそのフリーでやっていくには、自分で全部こうスケジュールを調整してとか、あと自分で働きやすそうな安全そうな病院を探してとか、そういう能力、コミュニケーション能力、スケジューリング、マネージング、自分に関してっていうのは必要になってくるので、プラスその常勤でいつでも戻ってきてもいいですよって言ってくれる病院も意外と多分こちらが選ばなければあるので、そういうところにベースを作って、で戻ってきた時に就職できるとか、そこでまた研究とか研鑽ができるっていうベースがあっていくとすごく安心なのかなと思います。でそういう病院が白川由子さんもおっしゃってたように、ここ最近増えてきてると思うので、リサーチすると多分そういうことを、そういう人を受け入れてくれてる病院っていうのが増えてきてると思います。ありがとうございました。はい、ですね、次の、ね、質問なんですけど、今日皆さんに、ね、それぞれの専門のお仕事の話をしてくださったんですけれども、ちょっと一方違う角度から、現状セキュリティですね、身の危険を感じたこととかあったかどうか、まあ、セキュリティに関して、ちょっと経験したことがあれば、ちょっとシェアしてもらってもいいですか。誰からでもいいです、宇川先生。パパニューギニアは、ね、紛争地じゃないので、でもとはいえ、なんかどうでしたでしょうか。そうですね、一応パパニューギニア結構いろいろとこう強盗に遭うとかそういうことが多いみたいで、基本的にはその宿舎から出るときは絶対に車じゃないとダメ、行ける場所も警備員がいるところじゃないとダメ、あとはそうですね、職場にも絶対車で行くことになってるし、職場も5時以降は残って仕事してはダメっていうことになってて結構厳しかったんですけど、まあ、正直あんまり危ないと感じたことはなかったかなと。唯一あったとすれば、出勤途中に1回こうピストルが発砲される音がして、自分の目の前でカージャックが警察に追い回されるっていうのだけ、まあ、それだけ少しびっくりしたんですけど、基本的にはあんまり身の危険っていうのは感じなかったなっていう、むしろ平和な感じでした。ありがとうございます。まあ、とはいえ、まあ、じゃあそういうセキュリティルールが必ずあるってことですね、車に必ず乗るとか。はい、まあ、一方そうですね、紛争地、ガンガンの紛争地で活動してるって言った、板本先生とかどうでしょう。あ、はい、うん、まあ、確かにイエメンは、ね、紛争地で、まあ、実際に活動地に行く首都とか通るときに、まあ、毎晩空爆の音とか聞こえてて、まあ、結構、まあ、セキュリティは、まあ、かなり個人としても、まあ、すごい気にしてですね、まあ、言われたことを守るようにしようとは思ってましたね。で実際、まあ、僕が行ったところでは、まあ、結構人がいたので、海外派遣スタッフは、まあ、同じように夜は絶対、まあ、絶対じゃないですけど、よほどの緊急手術じゃなければ、まあ、宿舎にいるようにということ で基本的にはもう宿舎と病院の往復だけで、まあ、外には、まあ、あんまり出れないっていう、感じでしたね。なので、まあ、それを守っている限りは、まあ、僕自身不安を感じることはなかったんですけども、まあ、結構まあ音は聞こえますね、空爆とか銃撃とかだし、まあ、僕の活動中にも
まあ、外に出てなかったからよかったですけど、まあ、夜間マーケットで銃撃戦があって、で銃で撃たれた人が、まあ、たくさん運ばれてきたみたいな時もありましたし、まあ、危険は危険なんですけど、まあ、ちゃんと、まあ、MSF に言われたセキュリティルールをしっかり守ってれば、まあ、多くの場合はまあ大丈夫です。まあ、ただ絶対大丈夫とは言えないですね、やっぱり。はい、永田さんもね、封鎖地、B 面も含めてありましたけど、どうでしたか？あ、私もあの外には出ないでねって言われて、あの先ほど写真にあの、見せたようなあの荒廃しきった街だったので、言われなくても出歩かないですと思ってたんですけども、その銃声とか空爆の音はもうずっと聞こえてましたし、そのうちも慣れて何とも思わなくなっちゃったのがまた怖いところなんですけれども、あのとりあえず MSF はそのセキュリティがしっかりしてることですごいあの評価されているので、ルールにちゃんと従っていれば滅多なことは起きないのではないかなとは思います。ありがとうございます。浦部先生もイエメンね、小田先生と同じところ、あの板本先生と同じところでした。同じような感じですか、やっぱりルールがあって。はい、ルールはありました。でも私がいたところは多分板本先生、小田先生がいたところよりは少し安定していて、毎晩空爆が聞こえるとかはなくて、あと私は常にオンコールだったので、夜中でも呼ばれたら車で病院に行くっていうのは許されてました。でも自分が実際すごく目の前で危ない目に遭ったことはなかったです。ありがとうございます。あの一方ケニアはどうでしたか、斉藤先生。ケニアはあの多分 MSF のミッションの中では比較的政情が落ち着いている方なんですけれども、まあ、翌年、私がいた翌年に選挙が控えてたので、ちょっとまあ、なんだ、乱闘は多かったかなというところですね。一応セキュリティは家からヘアハウスからスーパーと病院事務所までは歩いていいよ、その三角形歩いていいよっていうようなセキュリティの緩さだったんですけど、であとは、まあ、他の、まあ、ただケニア人からすると、ケニア人ナショナルのケニア人からするとそのホマベイには住みたくないよっていうぐらいの治安の悪さ、まあ、具体的にどういうことかっていうと、まあ、交通事故はしょっちゅうあるし、まあ、実際私が歩いてて交通事故に遭いそうなことも、車にひかれそうなこともいくらでもあるし、あとはまあ殺人事件というのも地理の中であるんですけれども、それでびっくりしないぐらいの治安の悪さでしたね。あとはスタッフへの傷害事件っていうのもあったりはして、まあ、ただそれでもまあそこ、まあうん、地域の中での暴力事故っていうのはよくあったっていうところですね。はい、ありがとうございます。はい、でちょっとこれ同じ方からの質問なんですけど、一方も全然ちょっと違った角度から、あの自分がリーダーとして要はそのチームをまとめる立場も教えたりとかですね、まあ、立場で行くことが多いのかなと感じたのですけれどもということですね。それがまず1点、まあ、確かにそのドクターとして行くっていうよりもさらにまあチームをまとめて教育をしてっていうことを実は MSF では求めています。ドクターだけではなくていろんなあの全ての職業の方、それについてのまあちょっと経験をねまずちょっと聞いていきたいと思うのと、でさらに自分はまあじゃあそういう立場であっても自分が評価されることはあるのかっていう質問ですね。これもちょっとあの聞いていきたいと思います。ゆうこ先生からいこうかな。マネージメントに関してなんですけど、確かにそう教える立場とか、トレーニングをしなきゃいけないっていう機会がすごく多いんですけど、おそらく日本で働いていても例えばナースの勉強会とか、あと研修医の先生を指導するとかそういう機会があると思うので、それとすごく似ているなとは思いました。ただそれを英語ですらすら言えるかっていうのは結構難しくって、スライドを作ったりするのも日本語で作るよりはすごく時間がかかって大変だなって思ったのは間違いないんですけど、ただその指導するスタンスとしては日本とあまり変わらないかなと思いました。で、おそらく日本でも病院で働いていくと少し年代が上がってくるとこう医長になったりとか、少し医者と看護師のマネージメントしなきゃいけないっていうポジションに自然についてくると思うので、そういう経験が役に立つかなと思いました。であと自分をフィードバックしてくれる機会っていうのもミッションの最後にあって、自分の直属の上司がそのミッション全体を通してあなたはこうだったねっていうフィードバックとミーティングをする機会が多分どこでもあると思います。ありがとうございます。
川先生もどうでした？チームマネージメント、チームをまとめる立場にいましたか？はい、そうですね。やっぱり MSF の海外派遣スタッフは、もう行った瞬間にそのチームのリーダーになるっていうことになっていたので、私はまあ初回派遣だったんで、かなりそこがちょっと大変だったなといろいろ思いました。まあ、特にその内科だとやっぱり処方とか、あの検査のオーダーなんかは結構現地スタッフも特にその、まあ、知識は必要だけどもそのすごくスキルがいるっていうものではないのでどちらかというとやっぱり現地スタッフにどんどんやってもらって自分はこう監督とか教育とかマネジメントに回るっていうことがすごく大事だったんですけど、まあ、自分は結構自分で患者さんを多く見てしまってもうちょっとそっちの方に現地スタッフにいろいろやってもらって自分がいなくなっても現地スタッフだけで回るような体制に少しでも近づけるようにできたらよかったなでミッションが終わる頃になって自分の上司からフィードバックをもらって気づいたので次への自分の課題に思ってます。はい、ありがとうございます。チームマネジメントというと外科医、麻酔科医はそこまで、他のね今答えていただいた先生方よりも少ないのかなと思うんですけど知恵さん、永田先生どうでした？そうですね、そんなに多くはなかったんですけど、まあ、マネジメントのあれでなんか大変だなって思ったのは、さっき男尊女卑 の世界だって言ったので、男の人に教えるのにこう結構強い言い方で言うと結構反感を買ってしまうので、なるべくこう褒めて歌って、ここからすると私たちって多分20歳ぐらいにしか見えてないのでそういうそれを異なる言語を使いながらこうよいしょよいしょってしながらこう褒めてこうやっていく伸ばすそれがちょっと難しいなって思ったことがありますね、うん、ありがとうございます。まあ、確かにそうですよね。女性に教えてもらうっていうことがそしてすごい年もねすごい若く見える人たちからね教えてもらうっていうのが、まあ、ちょっとね面白くないって思われるかもしれませんね。なんかそういうその現地スタッフたちとの、ね、関係っていうのはねキーなのかなっていうふうにも思います。斉藤先生いかがでしょうか？私はちょうど、まあ、中間管理職というか上にメディカル、医療チームリーダーと医療活動マネージャーっていうのがいてで私がいてで私の 下というか、まあ、まあそうですね下にその ローカルスタッフ現地のスタッフで医師が2人だけであともう30人ぐらいその準医師って言って、まあ、医療行為がで医師の地位のもと医療行為の人たちがいるんですけれども、まあ、なので間で彼らと一緒に取りまとめた意見を、まあ、上に持っていくっていう役割だったんですけれどもちょっと最初は平和的にナゴシエーション対話でナゴシエーションを理論的にしようと頑張っていたんですが、まあ、ひたすら、まあ怒鳴られ叫ばれ上からの意見を言われてっていうこともあったりしてで例えばそういううまくいかない時ってホマベイっていうその地域のミッションはナイロビのコーディネーション、まあ、国の本部国の統括に相談もできるんです。で彼女に相談したら叫び返せって言われて、まあ、それも試したりとかまあ、ちょっとこれ極端な例なんですけれども何が言いたいかっていうといろいろ試せ、まあ、いろいろ相談いろんな人に相談していろいろ試してで試した結果をまたいろんな人にその結果を伝えてじゃあこういうふうにしたらいいんじゃないっていうのをしたのでなんていうんですかねその現地にいながら、まあ、いろいろ相談しながらやれましていろんな評価っていうか意見をもらいながらできたかなとは思います。医療行為だけではなくて、ね、やっぱり人間関係の、ねはいはい、難しさも、ね、やっぱあるかと思います。幸太先生はどうですか？板本先生。そうですね、まあ、同じように外科医としていくと、まあ、中間管理職的なポジションで上に上司がいてで自分がいてで現地の外科医とか麻酔科医のスーパーバイズをするという立場で行くんですけど、まあ、現地の人たちも結構経験あって、まあ、年上だし自分より経験年数ずっとある中で、まあ、それでもやっぱり、まあ、ちょっとおかしいことしてるなっていうことはあるんですよね。まあ、それを、まあ、伝えるのが結構難しいです。特に外科医って、まあ、みんな自信あるんですよ、やっぱり。まあ、どこの国もそうかもしれないですけど、まあ、自信満々で、もう俺がやってることはもう全部正しいみたいな感じなので、まあ、そこを修正していくのは、まあ、かなり、まあ、
そうですね、その外科とは関係ないなんかコミュニケーション力というか、まあ、人間力というかですね、まあ、そういうところが問われるのかなというふうに思います。なので、まあ、男尊女卑もそうですけど、まあ、下から上に何かを指摘しなきゃいけないという場面があるのでですね、はい、難しいですね。そう思うとね、今日初期研修医の方たちがメインなので、まあ、これから専門医を決めて、まあ、がっつりその専門分野でドクターとしての経験積んでいくんですけど、そういうことも、ね、考えながら人とのコミュニケーションをどう取るかとかね、日本でも、ね、難しい中でそういったことも、ね、視野に入れていただくといいのかなっていうふうに、ね、思いました。ありがとうございます。今チャット欄見ててちょっとクスッと笑っちゃったんですけど、サソリの話が出てました。サソリ、これは永田先生サソリ見たんですか？はい、イエメンで宿舎 の, 壁にいてボテッと怒ってきたんで、スコーピオンとサソリがいたことがあって、はい、注意しましょうってローカルスタッフにも言われたんですけど、刺されると危ないですよって言われたんで、なんかね、生活環境もね、日本で生活するような環境ではないですからね、虫とかもね、ありますよね。ありがとうございます。そうですね、英語について、まあ、ちょっと一件、チャットで質問が来て、赤羽先生、答えてくださったんですけど、英語でこの中で苦労したのか、苦労した人、宇賀先生どうですか？いや、浦部先生そうでもないでしょ。でもそう、苦労はしました。で、さっきの赤羽先生のコメントはちょっと個人的に気になってたんですけど、IELTS 7点、TOEFL 100点って結構高いと思うので、あんなにできなくても大丈夫だと思います。みんなうなずいてると思うんですけど、あんなにできなくても大丈夫だと思います。ありがとうございます。あ、じゃあ、うなずいた、まずじゃあ、浩太先生から、英語について。はい。うん、まあ、専門家にもよるのかもしれないですけど、まあ、外科医とかだと、まあ、結構技術の方が大事だったりするんで、まあ、なんか言語のハードルは、まあ、低いっぽいですね。で、まあ、ヨーロッ、まあ、CFR っていう、なんだっけ、CFR っていうか、B1 あれば、落ちないんですよ。 B1 って、まあ、TOEIC で言うと何点、600、700点ぐらいなんで、まあ、結構、まあ、思ったより、まあ、大丈夫だと思うんですよね。なので、まあ、あんまり言語を壁に感じて応募できないぐらいだったら、まず応募しちゃってダメって言われたら頑張るみたいな、まあ、それぐらいでいいのかなと思います。ありがとうございます。あ、今板本先生がSFR って言いました。これ日本語で言うとヨーロッパ言語共通参照枠で、最近もググると結構バーって出てきて、その一つを今チャット欄に投げました。皆さんこれ MSF 取り入れて、これを使っ、このシステムを使って面接の前に一度オンラインのテストを、ね、今受けてもらってるんですね。でそれで見ていただくと分かるんですけど、 ABC ってランクが分かれていて、さらに A1、A2、B1、B2、 その中の B1、 要はその、まあ下から数えると方が早い、その B1 っていうところで審査通過できます。はい、まあ、もちろんね、コミュニケーション取れなくちゃダメなんですけれども、一旦まあその B1 取れれば次に進めるっていう、ね、基準を設けています。で、川先生、ちょっとプレゼンの時もね触れてくださいましたけども、英語について苦労した点とかあれば。そうですね、自分はその医師6年目で MSF 行こうと思ってから、もう受験勉強からもう数年ぶりに英語の勉強し始めたので、すごく MSF 応募までにあんまり時間がなくて、まあ、実際面接で1回落ちてしまって、英語勉強してくださいって言われたので結構大変だったなと思ってます。まあ、逆にその面接であと英語頑張ればって言ってもらえたので、最後英語もちょっと勉強して、忙しい中だけど勉強して、まあ、応募に採用にこぎつけたっていうのはあります。ただ、まあ、あとやっぱり現地に行くと、まあ、自分が行ってた国はそのパプアニューギニア特に英語で医学教育とか受けている国なので、自分よりもそのメディカルタームとかがどんどん出てくる現地スタッフが多くて、もう現地で必死に自分も冷や汗かきながら医学英語勉強してなんとか間に合わせたっていうところがあるので、もちろん英語の知識はあればあった方がいいとは思いますけど、はい、それで諦めることではないので頑張っていけるんじゃないかなと思ってます。
ありがとうございます。今、板本先生に続いて深谷先生もすごくいいこと言ってくださったなと思うんですけど、英語が壁で応募できないくらいなら本当にもう応募して、でもまず書類審査を通って、いろいろその B1 のね、さっき言ったテストを向かって、でまあ面接までこじつける、そこまで行けばあとは英語だけって言って一からやらなくていいんですね。そこから再開できる深谷先生がまさにそのパターンで、あとはもう英語だけですねと、もう書類審査ももう経験も全部チェックして全部 OK です。でまあ、そんな形でできるの でこちらも落とすための面接とか試験とかではなくて、アドバイスをしてフィードバックをして、じゃ あその先のプラン考えましょう、3ヶ月でいいですかと。深谷先生は記憶しているのが6ヶ月後ぐらいに会いましょうって言ったのかな。深谷先生がすごく頑張ってくれて忙しい中、3ヶ月後に連絡くださって面接もう一回お願いしますということでね、面接して2回目になりました。それが3回目の方もいます。4回目でね受かった方もいますし、まずね本当にその辺は勇気を出して一歩応募してくださったらいいなっていうふうに思っています。はい、英語について斉藤先生に触れなかったんですけど、斉藤先生はね得意だったから、それでも苦労した点とかありました？私逆に自信があって、でも自信があったんですけど、全然、結局やっぱディベート能力、ディベートをそんなしたことやっぱりなかったので、まあ、それに苦労したのと、まあ、あとはその私の場合その内科病棟、救急ベースができ救急専門医を持ってるかつ内科病棟チームで行ったので、内科の中のそのエイズでしか見たことのない皮膚疾患とかっていう英語はちょっともうごめん分かんないから、宿舎帰って Wi-Fi つながったら調べてくるねって言ったりはしていましたね。ちょっとそこはもう勉強していけばよかったんですけど、あとはその現、まあ、ただそこはその現地のスタッフもかなりできたし、まあやっていけたので、はい、日本語でもいいですし、とりあえずその一つの母国語でしっかりディベートできる能力っていうのは私は必要なのかなとは思ってるので、まあ、その今日本帰ってきてますけれども、日本でも議論があったらもう積極的に参加するようにはしています。ありがとうございます。そういえば永田先生に触れなかったですけど、英語について何か。英語も苦労しない人はいないんじゃないですかね。現地に行ってどんなに勉強したとしたって絶対分からない言葉は出てくると思いますし、またしかもそのいろんな国から集まった人々のごったの英語を聞き分けるのもこれまた大変だし、なので英語はできないから応募しませんではなく、もう本当皆さんおっしゃるように当たって砕けろの姿勢で行くのがいいのではないでしょうか。ありがとうございます。そしてあれですね、初級者の皆さんもうこれからの経験積むって時間が必ず絶対あるわけですけども、まあ、その、ね、時間がある中で、言語の方もね同時に頑張ってねくれればいいかなっていうふうに思います。語学に特化した説明会っていうのも今年やってるんですね。その時の、動画を YouTube に上げていますので、ぜひぜひねこれ皆さん、見てくださったらいいなっていうふうに思います。ありがとうございました。それでね、終わりにしたいと思います。